こんにちは。で、皆さんが思うサッカードボーイズのいいところを教えてください。先輩が優しいです。先輩が優しい特にどの先輩が優しい？全員優しいです。全員優しい。お、平和にまとめましたねありがとう。サッカードボーイズのいいところは？学年関係なくなる。お、何年生？1年。じゃあ先輩優しい？はい。礼儀とかがいい。礼儀がいい。コーチがみんな欲しい。みんなに欲しい。あ、そうなの。やばいっすね。いいね。サカドボーイズのいいところは？まあきつい練習とかいっぱいするんですけど、それをみんなで楽しくやっていけるところです。楽しそうだね、やっぱね。なんかすごいいっぱい集まってたよ。じゃあ目標は？このチームで大会とかあんじゃん。はい何？全国制覇で。おお、みんな和気あいあいと野球ができてる。たまに閉まんないとこある。閉まんないとこある。けどやっぱ本気でやるときは本気でやってる。まあはい。まあはい、はい、オッケー。ありがとう。サカボーのいいところ？いいところ、みんな声出してる。なるほど。みんなで仲良く楽しく野球やってるところです。いいね。じゃあサカドボーイズに入った決め手？決め手は、まあ、先輩がいた。知り合いの先輩がいた？あ、まあはい。ああ。先輩にここ入ったら上手くなれるよって言われたからです。いいね。誰に言われた？じゃあここ半年ちょっとぐらい経ってるけど上手くなった？はい。いいね。自信持っていることはいいことだから。はい。だ、今後の目標は？ピッチャーになることです。ピッチャーになること。はい。すごい。今どこやってんの？セカンドです。セカンド。じゃあピッチャー頑張ろう。ダメだね。ホームラン打って、うん、チームに貢献したいです。ホームラン打ってチームに貢献したいそうです。と、先輩的にどうですか？もうチーム貢献してる。あ、そうなの。すごいね。頑張ってください。はい、ありがとうございました。大丈夫？大丈夫？じゃあちょっとね、学年とお名前を。2年の新井です。新井大成です。大成くん。はい。1年の門英二です。英二くん。はい、はい、お願いします。で、2人ともね、明るくて今一緒に守ってて喋らせてもらってるけど、ちょっとサカドボーイズのいいところ。人数が多くてみんな仲がいいところが。そうね、本当に仲いいよね。はい。だからすごい活気があるよね。先輩がもうすごく優しくて馴染みやすくて、もう本当に仲いいです。いいね、いいね。いや、仲いいって最高だよね。やっぱ一番その野球を楽しめる時期に仲良くできるんだったらそれはいいよね。オッケー。じゃあ今後どういう選手になりたいとか？高校野球でレギュラー入るようなすごい選手になりたいです。おー、いいね。2年生だもんね。要するに高校近いもんね。はい。僕はホームランバッターになりたいです。おー、じゃあお昼1キロじゃダメなんじゃない？2キロいっちゃう？オッケー。じゃあ2人とも目標に向かって頑張ってください。はい。じゃあ今日一日お願いします。お願いします。はい、お願いします。2年生の佐久太郎です。佐久太郎くん。はい。はい、1年の淳之介です。淳之介くん、はい、お願いします。します。ちょっとね、今サカドボーイズさんのいいところ聞いてて、学年全体を通して仲がいいとこと、お言い合いができる。おー、あ、それいいね。はい。違うところ違うっていい感じか。はい。それはいいね。確かに、はい、自分じゃ気づけないところもあると思うし。はい。ほとんどの人が、まあみんな優しくて、練習の時はけじめがついてて、しっかり真剣に駅に取り組みます。おお、やっぱさ、1年生からするとさ、全員がさ、優しいとさ、やっぱ先輩とかも含めて同級生も優しいと、それチーム溶け込めるよね。はい。いや、いいな。やっぱ3年生もそうしてもらってた。はい。いやー、ぜひね、来てもらいたいよね、新しい1年生もね。はい。なるほどです。じゃあ今後どういう選手になりたいかっていうのを最後に。後輩の見本になれる選手です。おお、すごいかっこいいこと言った今いいね。まあ見本になるってやっぱ自分ができてないと見本になれないからね。はい。自分にプレッシャーかかることだと思うけど、はい、頑張ってください。はい。チームに役立てるような選手。いや、いいね。それがね、自分の成績向上にもつながると思うから。はい。お二人ともチームのために頑張ってください。はい。はい、じゃあ今日一日お願いします。お願いします。はい、お願いします。1年生です。五十嵐ハルトです。ハルト君。はい。はい、お願いします。1年生の伊藤翔馬です。翔馬君。はい。はい、お願いします。お願いします。で、今ね、坂田ボーイさんのいいところを聞いてるんですけども、1年生のお二人が思ういいところ、ここがいいよっていうのを、ちょっとカメラに向かってお願いします。先輩たちがめっちゃ優しいです。いや、みんな言う。1年生みんな言ってる。すごいよね。やっぱ全員が言うってことは、本当に優しいんだろうね。盛り上がりある。おー、まあ、監督はね、楽しく野球やるって言ってたから、まあ、そこは盛り上がると、まあ、上昇の昇が笑うって感じだよね。生き生きと野球ができ
るんじゃないかな、まあ見てても思うし、そこいいな、すごい羨ましいな、俺もそういう野球したかったな。今後どういう選手になっていきたいかっていうのをちょっと最後に。スピードがあってどんな打球もアウトにできる選手。おお、じゃあもう機動力野球みたいな、足を使って、まあ足だけじゃなくスピード全般でっていうことね。はい。いや、いいね、素晴らしいね、俺そういう選手大好きよ。 OK、 じゃあ行こうか。まあスピードがないんでスピードをつけてなんかいいプレーしてる。なるほどね、あの自分のウィークポイントが分かってるってことだ、はい、いやでもね、あのそこをちゃんとみんな分かってる、自分で分かってるっていうのは素晴らしいことだと思うんで、そこをスピードつけて、まあお二人ともスピードということで、どん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 坂田ボーイズ盛り上げてってください。はい、はい、お願いします。ありがとうございました。じゃあ唯一の、今日唯一、いや、もともと一人です。あ、マジか。はい、3年生に来ていただきました、はい、お名前をお願いします。伊豆木です。伊豆木くん、はい、はい、お願いしま す。一応もう引退はしてるのかな。あ、もうほぼ引退です。はい、だよね、はい、ほぼか、まだ少し残ってます。卒団があるので。おー、3年生なんで、はい、今ね、坂田ボーイズさんのいいところ聞いてるんですけど、まあ誰よりも喋れると思うんで、ちょっと1個じゃなくて2個ぐらい言ってもらえれば。で、まず1個は自分1人で入ってきたんですけど、そこでも監督コーチ、あの1人だって関係なく厳しく指導してくれるとこと、2つ目はやっぱ後輩関係なくみんな仲がいいです。おー、やっぱね、あの誰にでもよく指導してくれる指導者ってね、そのなんつうか、ジェラシーみたいなのも生まれないし、はい、でみんながここに同じレベルで成長していけるっていうのがあるからね、はい、そこはやっぱすごいよね、はい、なるほど。で、仲がいい、はい、それはね、もう見ててすごい思います本当にみんな仲いいんだろうなって、はい、それこそ先輩後輩、まあ、あのもちろん上下関係はあるけれども、そんながっつり厳しくないよねっていうのは見てて分かるので。でも引退しちゃうけれども、まあ次入ってくる1年生とかもどんどん入ってきてほしいと思って思うし、はい、ぜひぜひそういうところの PR 今日1日取っていければなと思うので、はい、よろしくお願いします。お願いします。グローブかっこいいね、ちょっと後で詳しく撮らせて、はい、じゃあ高校ね、進学して野球やると思うんだけど、はい、どういう選手に今後なっていきたいかっていうの。やっぱり1年生からどんどんビシバシやってレギュラー取れるように頑張ってます。お、高校野球界を盛り上げてって、はい、あのぜひ僕らのところに名前を届けてください。はい、はい、先生、じゃあ今日一日よろしくお願いします。お願いします。はい、ありがとうございます。はい、お願いします。じゃあちょっとね、あのお名前と学年をお願いします。2年生の高田光太郎です。光太郎くん、はい、お願いします。1年生の蒼太です。蒼太くん、はい、はい、お願いします。2年生と1年生、練習の活気があるところです。そうね、みんな声出てるね。いい、すごいいい環境だと思う、これ。やっぱ楽しいでしょ、はい、声出てると。はい。いや、いいね。やっぱり明るくて楽しい、あの恥ずかしがらずなみんなが声出せるとこです。もうそこ大事だよね。みんなやっぱさ、中学生って少し恥ずかしいと思ったりする時期もあるじゃん、はい、あのやっぱそれがなくなるようなチームで、やっぱ声出してればね、怪我もしないしね、そういったところで伸び伸び野球できるのはいいところだなと思うので、今後も続けていってください。はい、じゃあちょっと今後どういう選手になりたいかっていうのを最後にお願いします。今拠点はなバッティングなので、はいはい、バッティングでチームに貢献できるような選手になりたいです。いいね、ザ・正義、バッティングでチームに貢献は正義だからね。外野の守備でピッチャーとかを助けられるような選手になりたいです。おー、いいね。外野で好プレー起きたらね、あのピッチャーすごい喜ぶし、まあ、チームがね本当に、一丸となれる外野のビッグプレーだと思うので、じゃあお二人とも、今のことをぜひぜひ頑張ってチームに貢献していってください。はい、はい、じゃあありがとうございました。今日一日お願いします。ありがとうございました。はい、じゃあ、 あのお名前と学年をお願いします。高生で中学2年生です。2年生の高生くん、はい、はい、カイトで、1年生。1年生のカイトくん、はい、じゃあ2人お願いします。お願いします。で、ね、今あの坂田ボーイズのいいところを聞いて回ってるんですけど、ちょっと一言ずつ。拠点関係なく仲がいいところ。おー、いいね。みんな言うそれ、学年やっぱみんなが言うってことは本当にそうなんだろうし、やっぱ先輩がね、1年生とかに優しくしてくれると1年生もチーム馴染めると思うから、より野球楽しめるなっていうのがあると思うので、そこはすごいいいなって思いますね。先輩たちも話しやすくて1年生も和みやすい空気作ってくれる。おお、じゃあもう先輩からそういうもうオーラが出てるのか、ウェルカムだよっていう。いや、それはやっぱやりやすいよね、後輩側の立場からすると、はい、いや、すごいチームだな。じゃあ最後に今後どういう選手になっていきたいかみたいなのを教えてもらえればなと思います。投稿集揃ったチームから取れるような選手になりたい。お、いいね、欲張っちゃうね、全部走行集、はい、まあね、それができるように頑張って練習していってください、はい、全てにおいてチーム試合に貢献できるように
もっと上行ったのに全てに置いてって言ったから、いやいいね、志高い方がいいからね。でも多分それができる選手になれると思うので、あのお二人とも総攻守揃ったチームに必要なメンバーになれるように頑張ってください。はい、はい、じゃあ今日一日よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、お願いします。じゃあ学年とお名前を言っていってもらえればと。1年の池田キリクです。キリク君、はい、はい、お願いします。2年の安藤セロです。セロ君、はい、お願いします。はい、じゃあ坂戸部さんのいいところ聞いてるので、ちょっと一言ずつもらえればと思います。はい、チームのいいところはみんな仲良くで、みんな切磋琢磨して仲間と争いながらやって仲いいところです。おー、いいね。ただ仲がいいだけじゃない、切磋琢磨できるっていうのをチームで、みんなでレベルアップしていけるっていうのはすごいことだと思うので、ぜひ続けていってください。と、自分が見るチームのいいところは、まあ仲が良くてみんな協力してやってるってところがいいと思います。協力してってね、それもさっき、まあ、あの切磋琢磨じゃないけど、やっぱあの人が困ってる時にね助けるとかっていうのももちろんチーム内でも必要になってくると思うので、でそこが協力っていうのは僕すごいこと好きな言葉なので、ぜひ続けていってください。じゃあ最後に今後どういう選手になりたいかっていうのを言っていってもらえればと。今後目指したいのは高校行って甲子園に出てドラフトに入って巨人に入団したいことです。おー、いいね、完璧に夢ができてんじゃん。はい、いいね、そういう夢大好きなんで、はい、まあ、そのためにはねたくさん練習して頑張って、まずは高校野球で名前を轟かせてください。自分今後はまず高校野球で自分がレギュラー張れるように頑張りたいです。おお、まあ、そうだよね、やっぱ試合に出るっていうのは重要なことだし、まあ、試合に出るからこそ周りからね見られるっていうのもあると思うので、まあ、そういったところも含めてお二人どんどん野球頑張っていってください。はい、はい、じゃあ今日一日よろしくお願いします。インタビューありがとうございました。お願いします。坂野ボーイズさあ、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではアイシャショーヘイ TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。